お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら三銃士デッキやっていきたいと思います。めちゃくちゃ久々のね三C を今日やっていくんですけど、今ね三銃士がまあほんの少し使われてます。っていうのもまあ日本人のプレイヤーがねよく三銃士を使うんですよ。で今この方の三銃士を、日本のねトップのプレイヤーが使ってましたので、まあ今日やっていこうかなと思って、まあドリルが入ってて、あとはガゴムレいるのって感じなんですけど、まあ前まではねハンターとかいたと思うんですけど、ハンター今めちゃくちゃ弱いので、対空の枠はガゴムレ で、まあこのゴブドリがあることによって結構ね施設が三銃士デッキって基本的にはないので、こう大型を釣ったりだとか、最終的な確定ダメージっていうのを与えられるから、三銃士の弱点をね結構ゴブドリで補えてる、なんかいいデッキかなと思いました。というわけでやっていきたいと思います。いやマジ三銃士超久々なんですよね。久々すぎて、ちょっとやっていけるか分かんないんですけど、なんか基本的には、三種はね、あんま出さないっすよね。その、上手い人たちの三種も見るんですけど、なんか三種はマジで飾りで、エリポン置いて、そこにスペルを使わせたら、もうなんかドリル U のガゴムレとか、この周りのカードのエリアードで攻めるみたいな。結構三種は出さないっすね。ほんと対戦相手によっては一回も出さないとかあると思っていいと思いますね。で、これちょっとね、暇だな。で、なんかドリルはゴーストで守るターンと、あともう一個があれですよね。タルババ。ユニットとタルババで耐えるターン。さあ、ファイスピ、アイスピーで、ちょっとなんかレアなドリルかな。アイスピ、ファイスピってあんま見ないですよね。まあ、次のドリルには、ゴーストで受けていきましょうって感じで戦って、余裕があったらというか、なんかな、今ずっと相手に攻められてるんで、まあ、相手なんか言ったらエリクサーがね、多いってことなんですよ。か、まあ、相手はエリー10溜まってないのに攻めてきてるって感じなので、一旦、ちょっとね、落ち着くまでエリポン置かないでいきましょうか。まあ、エリポン置くだけで、相手きついと思うんですよ。ああ、これテスラ使いましたね。なんで4個使ってるので、まあ、事実上ね、僕の方が今エリクサあるんで、さあ、エリポンで、ここにファイボと、ファイボがありますね。なので、まあ、三死に対して、相手ウッドマットなので、まあ、言ったらファイボもウッドマールっていう、なかなかね、三死が活躍しない。しかも、バルキリーかなんかもいると思うんですよね。だから、まあ、三死はぶっちがあんま出す意味ないんですよね。なんで出したんだろうって感じなんですけど、まあ、することなかったし、いいかなっていうわけで、さあ、三死展開の、走らせて、みたいなね。で、どっちかには、もしかしたら、あれかもっすね。バルキリーとかがいないパターンがね、いや、なんかある、そんな気がしますね。いない説あるな。アイスピ、ファイスピで、スケマあって、いや、そうなんですよ。形がちょっと珍しいんですよね。だから、もしかしたらいないっすね。で、ここにファイボ飛んできたら、あ、そっちにファイボ使ったら、ファイボ使ったターンだから、このガゴムレがきついんですよ、絶対。で、この辺に対して、そう、テスラとかでね、来るけど、ガゴムレ今絶対きついから、ガゴムレを生かしたい。いや、ガゴムレを生かしたいが、なかなか生きん。あ、ナイス。いや、バカ、めっちゃ強い。さあ、こっからは、もう三死まじで出さないでいいっすね、ぶっちゃけ。このゴーストと、このユニット、ドリル、ガゴムレで攻めれます。で、エリポン置くんすよ。これですね、もう三次試合マジ飾りです。逆にファイブ打たしたので、このね、僕、ガゴムレで攻めるっていう。しかもテスラも使った。これはね、熱いっすよ。まあ、アイスピ、ファイスピのスピスピがあるから、ちょっとあれっすけど、このガゴ1体でさえ、相手はね、辛いですからね。オッケー。なんかね、こんな感じで、もう三死1回出したんですけど、まあ、ぶっちゃけ出さなくてもいいよねっていうのが、まあ、今の三十四デッキのね、立ち回りですね。さあ、うわ、え？タワレベ8とかだ。今、グラッチャラ多分5勝とかなんですけど、そう、タワレベ8で、なんかアリーナが、かわいい。レベル1って書いてんな。全然1じゃねえけどな。さあ、もしかしたらユニレベ全1とかあるのかな。いや、わかんねえ。なんか怖え。さあ、で、まあ、さっきみたいにエリポン置いていきたいんで、できるだけね、低コストで回していきつつで、なんかね、三種デッキ、昔はとりあえず三種士出して、ね、エリポン置いて三種士出してみたいな感じでしたけど、今は、もう今いけるなって思ったら、もうその瞬間に攻めるのが結構大事ですね。やっぱ試合中にチャンスってなるこうシーンがやっぱ一度あるかないかとかなんですよ。三次指摘とかだと特にね、なんかこう攻めが通るタイミングっていうのがやっぱあんまないから、基本的にね、この今とか
あのうわーいいフリーズだ、なんか今だなっていうのが絶対あるんですよね。あの例えばなんだろうな、それこそファイブを使ってすぐとか、あとは陸浮きをめちゃくちゃ使ったすぐとか、今だなって思ったらもうその瞬間にあの攻めた方がいいです。三十飛とかね出さずに。でここはもうねこの730大体ですね。あれすごいな、今日スケバルーンですね。これエリポン置いてからでいいかな。さあでミニペッカとかも、まあ、三十飛からしたら結構嫌なカードなんですよこれ。さあまあまあまあこのダメージぐらいはね受けましょう。痛いですけど。でフリーズだったから今回の試合に限っては3勝出したいね。いっぱい取れぬかは、なんか普通に上手い人っぽいですね。あのニアトリスタンプも、スパセル ID と関連付けるともらえるスタンプなんですけど、まあサブアカとかの可能性とかもありますし、まあ、ちょっとわかんないんですけど。でベビドラキョスケビビドラバルーン組まれると僕多分終わるんですよね。そう多分終わるんで、まあ、一応高めにねちょっと早めに処理していきたい。であのキョスケの爆はねどうせ三振当たるからな。これいやーなんか嫌だな、嫌だな、なんか嫌すぎるな相手の。さあここはまあ出してフリーズ来たら来たでもう許容の許容の2、いや許容の2、いやこれいいやつやつ。あーでもキョスケフィジカルがマジで鬼だな。これ全てがこのキョスケの爆破でさ、行かれるのがえぐいが、まあ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 、思ってるよ入る、思ってるよ入る。さあ、三種高め。いや、高めにする必要なかったかな。で、どっちかにスケルトン部隊行きます。2体の方に俺は来ると思うんだよな。こっちに。真ん中か？いや、ミニペックか。いや、外したな。でも、そしたら逆サイドに、あ、そっちにスケルトン部隊使ったら、もう全てがね、オッケーオッケー、こんな感じで、まあ、三十種のね、あの、強みはこういうローサイド攻めですので、やぶねえな。さすがにダーレル8には負けれねえよなっていう。まあ、ですが、やっぱ両サイド攻めでね、やっぱエリポンなどで後半押し切れますので、もう最後ね、いけると思ったらもう両サイドぶっ破しまくるのが大事ですね。さあよろしく。まあ、本当なんかペッカとか、人気デッキとか、まあ、三種デッキはその系列と一緒ですから、もう三種本当出さないぐらいの感覚でね、わぁ、初手。初手レジはちょっとやだな。初手レジはね、エリポンとかね、初っ端置けたりだとか、なんかできたらよかったんですけど、この相手の初っ端のエレジアに対して何もできないし、あとガゴムレがね、無能になっちゃうっすよね。いや、これやばいっすよね。ガチ初手ゲーされてる。いやー、で、これね、いや、マジでライトニング、撃たれて終わるかな。いや、いやトレネで来たのはでかい。いやー、でかい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 でかすぎる。でかすぎるが、ここに対して間違いなくダックプリで来るんですよね。いやー、これ盾が、言うのとかだったらね、走らせれたんですけど。さあさあさあ。いやー、まあでもここ、耐えたのはでかいぞ。今だって、おられてもよかったかな、ぶっちゃけ。さあ、マザネクエレジャイですね。となると、まあ、エリポン一旦置いて、ここにはライトニング打たれると。で、マザネクいなければガゴムレが強いよね。で、あとはどうだろうな。まあ、三死か。結局は三死が相手からしたら絶対きついから、自陣のね。相手陣地入っちゃうと、結局、ボンバーとか、ゴーストとか、まあ、その辺のカードでね。あ、ゴーストじゃねえ、ダックプリとかか。檻とかもあるし、トリネで金起動もあるんですけど。あ、三死のトリネで金起動はないですね。嘘ですね。このゴーストとかね。まあ、とりあえず三死が強い。あとは、相手のデッキより回転がちょっと早いです、僕の方が。だから、この三重死に対して、いや、三重死に対してというか、エリポン、次の僕のエリポンに本当はライトニング間に合わないんですよ。そう、だから、そこに対してなんかユニット出せる方が理想ではあるが、そんなうまいことにはならんか。いや、相手のマザネク厄介だな。とりあえず今はエリジェを溶かすのに、神経注いで、よしよしよし。で、ここでマザネクを処理できれば、いや、熱い、マジで、これなんですよ。マザネクを処理できれば、俺のガゴムレが相手絶対きついんですよ。で、トルネとエリジャイとか出さないといけなくて、いや、エリジャイのコストがね、あるんだ。このドリル裏だったらおしゃれだったかな。いや、終わったくせこれ。これ、えぐいけど、いや、まだ耐えれるな。よいしょ。で、ライトニングもあるけど、
痩せるな。全然耐えれる、全然耐えれる。もう耐えてチャンスを伺いましょう。いや強すぎる。やばい、マサネ君、マサネ君。いやいいよ、いやいい、ゴブリン、ナイスナイス。でここでエリポンいっちゃうんですよね。うん、僕ぐらいになるとヤンキーかな。いやヤンキーぐらいのことをしないと結局勝てないので、さヤンキーしながらね、さ戦っていこう。で裏を溶かしたい、このね後ろがやっぱ厄介なので。おっきょきょき、熱い熱い熱い。でマサネクサイター、いやここでドリル、いや回るかな、マサネク。もしかしてこれマサネク来たら終わるんだよな俺。ちょっと来ないこと入れちゃいか、相手出してんの。いやでも言うのが飛んで、いや熱い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 ぞ、いろいろ熱いぞ、いろいろ熱い、いろいろ熱い。頑張れ頑張れ頑張れ、頑張ってくれ、もっと頑張れ、もっと頑張れ、もっと頑張れ。さあで正直結構やばい、これドリルで攻める説あるかな。ドリルで攻めたら俺終わんのかな、もしかして。いやこれ頑張ってもらいの、戻っちゃった、戻っちゃったよ。大丈夫かそれは俺。あゴブリン、いやどうやったら勝てる俺。ちょっと待って待って、いやゴブドリが数発殴ることや、俺はゴブドリに数発もら、殴って殴って殴って耐える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 。ドリル あの生まれた瞬間絶対ダメージがちょっと入ってる。入る入る入る。いやあともうリクブッパ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 取りに使った。オッケー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 。いや勝ったぞ、マジか。ちょっと待って、俺も正直勝てると思わなかったな。なんかゴブドリやっぱ施設になるの強いね。エレジェの強制絶対ダメージ防げるのが入らなかったかでかかったのかな。いやなんかちょっとごめん、全然喋れん、興奮状態、興奮しすぎて全然喋れん、ごめん。さあよろしくお願いします。いやネクストエリポンあるのでかいですね。まあ初手エリポン昔はね、初っ端な手札4枚のうちにエリポンとかもあったんですけど、強すぎて下方されちゃいましたよね初手エリポン。まあ、ですが三種デッキはこう1、2コスのね、今回ヒースピとかないんですけど、やっぱ1、2コスで回せますから、まあ、実質初手エリポン。さあタルババア相手も、タルって珍しいんですよね、今あんまいないんですよね。さあペッカプラスのタルってことは、ペッカラムかな、はいペッカラムだと思います。でどうやって守ろうかな、これ後ろのマザネクとか、まあなんかそういったユニットはねゴーストでやりたいんですけど、いやなんかやりにくいっすよね、どうしようかな。まあ、ガゴムレゲーするしかねえな。まあ、ガゴムレゲーして、でマザネクが来るのはまあシャーなし、シャーなし、シャーなしっすね。いや全部舞台になってきますでも相手今ダックプリーエル使ってコスト使いすぎたことによって、あの置けなかったっすね、あマザネクを。いやでかっ。いやこれさエリポン置きます。あの今相手ダックプリもされてたんで、ゴブドリを飛ばしてもいいんですよ、ダメージ稼ぎにね。だけどファイボ使ったからさすがにエリポン、いやもうアドがえぐいっすよ今。もうエリアドパーティーしてる。なんならファイボ使った後で、やばい。やばいっすよね、この。いつでもやれるぜっていう。いつでもやれちゃうぜっていう構え。いやー、これでも言ってもいいけど、そんな。ガゴムレ最強じゃない？マザネク使って、ファイボなくてエレキしかない。いやー、この、ペッカマザネクの形でも安っすね。一本おられた、おったけど、まあ、捨てられたみたいなもんかな、ぶっちゃけ。で、エレキだけとか。あれこれエレキやんなきゃ終わるっすよね、でも。あ、終わったっすね。これ、アイゴレ誘導からの、とかなんかいろいろできたんすけど、まあ、これちょっと相手許容しすぎたっすね。まあ、ラッキー勝利。うざい！さあ、よろしくお願いいたします。いや、マジでさっきから、30子をね、出して覚えがないね。なんか相手が嫌な目のデッキ、例えばファイボとかポイズンとかライトニング、まあライトニングならいいんだけど、ファイボとかポイズンとかこう三種子を溶かすねカードがなかったら、もう三種もまあめちゃくちゃ生きると思うんですけど、まあ意外とそういうデッキいるのはいるんだけど、今日はちょっとマッチングしてないので。さあこれは相手はドリルか、高回転。ちょっと暇だな、ちょっと暇すぎるから防衛ドリルやっちゃおうかな。よいしょ、ラバとかね、ラバヤナアメとか、まあ、なんかそういう空系のデッキとか引けると、もう美味しいっちゃ美味しいよね。三種もあって、ガゴムレもあってみたいな。とか、ヤナアメだけの、まあ、なんだろうね、まあ、なんか、スケラとか。その引ければいいですけど、よいしょ。まあ、それ以外には、もう三種はあんま出す必要がないですね。
す。あ、これドリル絶対リポンある前だな。そりゃそうだ。いやでもこれは、いやいいよ。このユーノに対して何を出すか。あ、スケか。いいスケだ。これエリポン来たいですね。もうエリポンゲーですね。相手のスペルが分かんないんですけど、エリポン置いとけば絶対釣れるはずだ。さあで、ゴーストちょっと回したいですね。僕は耐えます。やっぱゴースト、これユーノ走らせながら、多分絶対こうなんですね。ゴブリンが出る位置が前から出るので、おお全然違った。いやでもこれ惜しい。いや惜しい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 。いや結局マジこれが強いんですよね。ユーノゴーストタルボブとかコスト低いので回してエリポン置きまくる。でエリポンとかにスペル使ったらもうガゴムレを生かして攻め、30周生かして攻めで攻める。もうそれまで一生このエリポンゲー。よし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 。まあ30周もね、別に30周がめっちゃ強いわけではないので、この周りをね生かしていかなきゃやってらんないっすよね。3周もさ、さすがにここだよね。おい、いやゴースト竹取ってる、ナイス。いやこれちょっと暇すぎたな。ちょっと暇すぎたからガゴ群れをケツから出すっていうニューパターン。相手さ、ファイブとか持ってないのかな。あ、マジアチャ出てきた。あ、マジアチャごと。いや、珍しい。トルネットが入ってんのかな。ちょっとマジでわかんないんですけど、とりあえずエリポンね。エリポンを延命することだけ僕は考えて、あとはもうぶっちゃけマジで何でもいいんですよ。いや、マジ一生エリポンっすね。気づいたら負けるかもしれない。これマジッカーチャー僕倒せないんですよね、相手の。いや、だから、ワンチャンそれ、に事故って負ける可能性もあるんですけど、さあ、いやいいよいいよいいよ。いやどうしよう、待って待って、エリポン大きすぎて困るな。いやマジで相手のマジアチャが、マジアチャこれさ5あるのかな。いや普通はないんだ、普通はない、普通はないけど分かんない相手のデッキが。さあ、いやこれいっちゃおうかな。いやこれが多分ヤンキーなんですね。もうケツ3種とかでいいんですよ僕。こんなことしてるから今までさっきまで取ったねエリアドを無駄にしちゃうんですよね。いやそうなんですよ。いやさっきまでのエリアドを全て無駄にする男。いやでも意外とダメージこんなんで入るんだな。こんなんとか言っちゃった。ここに絶対来るからな。もう先出し、やべ外した、やばい。いやもう3試合しちゃいます。トゥッ、初登場。ずっとねみんな見たかったと思うんですよ、3試合を。ちょっとエリポン行こうかな。エリポン行ってもいい気がする。いやこれゴーストが相手のマジェッチやってくれたら熱いな。いや、熱い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 。いや、3周も残る。もう、エリアドがやばすぎてさ、これ。相手。もう、エリアドで、エリアドのご利用してる。さて、ボンバーね、飛ばせます。いや、これ多分もう、ずっと攻めたら勝ちっすね。で、右にも左にも、いろいろ対応しないといけない、相手は。いや、そうですね。もう、右側ね、ダメージ削られてるから、やばい、そっち来たって思うところを、わざと逆。でも、ユニットぶっぱ、やばい、待って、ゴースト。やめて、やめて、やめて。やめて、やめて、やめて、やめて。あんまなんか調子乗ってると俺負けそうになるからな、すぐ。よしよしよし。いやー、マジで。やばい。マジアチャ。マジアチャ。俺さて、これ以上攻めるとやばいですね。エリアドどんどんなくなってきて、ピンチになるやつだな。これ、一回休憩のね。ここで、ちょっと攻めすぎたなーってところで、一回30周で休憩するっていう。いや、このね、休憩がね、強い。いや、いい。しかも高めゴースト置くことで、相手もね、取るね、攻め取るのやりにくいっていう。あ、そっちに言うの咲いたらこっちがねぶっぱしてあげて、おぎょ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 。もう途中からプレイぐっちゃぐちゃかもしれないんですけど、もう序盤のエリポンのアドで常になんかね有利に戦えるっていうのが、まあマジのほんと三子デッキの強み。三子硬くしたかって感じですけど、まあ、あいつはもう中型スペルとかもなかったので、まあもうちょっとね三子こう楽に展開してもよかったかなっていうのありましたね。いや、いいっすね。ちょっと久々に3種使ってるけど、楽しいな、やっぱ。エリポン浮いてるときは一番楽しいね。3種なぁ。お、え、もっとタワーレベル8だ。すげえ。タワーレベル8でグラチャで12勝するとかが流行ってんのかな。さあ、ロリババで削っていきましょう。エリポン欲しいっすね。僕はとりあえず。まあ、ゴレーとかなのかな。スパーキーとか。なんかタワーレベル8って聞いたらもう大型しか思いつかないですね。エレジアイとか。さあ、なんだろう。いや、エリポン最後。ダクプリサイトからね。あー、まあ、スパーキーっすね。まあ、大抵そうっすよね。タワーレベル8とかをカバーするのは、やっぱ高回転だとカバーしきれないから、まあ、基本的に大型にはなる。いやー、で、問題はこれ、守れるかどうかなんですよね、これ。相手、釣るのミスってんな。あ、俺のこれ、ゴブドリのせいで。
で基本的にねスパーキーはレイジ型か柳目だから、いや三子固めて出そうかな。これでファイボーとか来たらマジでねドンマイっすね。あ、オッケー、レイジならいいっすね。これミニペとかも強ですね。やばい待って間に合い、ザップ来たらやばい。オッケー、いや耐えたのでか。今のもう打たれるか打たれないかでね世界変わります。オッケー、でミニペまだクブリも使ったってことは陸受けがねもうジジですね。スケルトン部隊は基本的にないので、あでもガコムレか、これ電車デッキだな多分。相手あとウィザードとエリポール多分ね。いやでも右めっちゃ刺さってんだけど、ゴーストだけであんな行く、なんかやって、いやゴーストだけっすよね。さあ多分マジ俺の記憶が正しければエリポンがあるので、お互いエリポン置くゲーミングだと思うんだけどな。はい、です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 。でこれ言っても別にウィザードとかダクプリとかまあなんかその辺のユニットで回収されちゃうので、ここはねマジで一回後ろからっすね。で右サイドは相手のユニット全部溜まるので、僕が戦うので左です。なんならもう左に全部っぱしに行ってもいいですね。もうやるぞっていう、これ相手の11アドだと思ってね。で絶対この僕の30種のところにユニットがすごい来るんですよ。もうここにね、ここにもうダックプリミニペとか絶対来るはずなんだけど、え来ない。てかウィザードだけで守るっていうパターンか、え守れんのかそれ、守れないよね。オーケー、ジジ、え待って、あやばいやばい、79、待って79やばい、79やばい、79やばい、ドリル、ドリルのゴブリン、いやゴブリン、待って待ってやばい、待って待って待ってやばい、さあエリアド、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 アイテムエリアド、アイテムエリアド、アイテムエリアド、待ってやばいやばい、待って祈るしかできん、祈るしかできん、ゴブリン、いや、ああ終わった、なんでやねん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 。いや相手はあのゴブドリから出てくるゴブリンの受けがうまかった。ほぼ一発ね絶対入るのが毎回こう綺麗にスッて受けられてた。いや痛すぎるー。はい、というわけでちょっと最後ね負けちゃったんですけど、まあ久々にね三子使いました。やっぱいいっすね、なんか懐かしいっすね。まあ今はめちゃくちゃね三子が強い環境では決してないんですけど、こういったね苦しい環境の中でもまあ使われてるね三子デッキとかもありますので、皆さんぜひねこのゴブドリガゴムレ三子使ってみてください。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。